採点官だったりでブレが出ない問題にしなきゃいけないんですね。でブレが出ない問題にするっていうことはですね、記述式の部分を一次試験のとして使わないようにするかみたいなのも、話し合われてるって言って、条件を満たすためにはこういう風に答えなさいっていう指導が行われてしまって、結局丸暗記が始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、先ほどですね、若者の声から考える大学入試改革緊急シンポジウムというのにですね、行ってきましたので、その時のことをちょっと話そうかなと思います。このチャンネルでもですね、もうすでにですね、紹介していますが、国語の記述、ね、に関しての動画は出ていますが、そのことに関してですね、まあ有識者というか、国会議員の目だったりとか、その大学教授からの目だったり、そして高校生の意見ですね、っていうのを聞ける機会だったので行ってきました。まあ良かったですね。かなり勉強になったというのがありますね。そこでまあ数学と国語ですねの記述を導入することに関して、一体どういった問題があるのかとかですね、いうのを聞いてきました。高校生2人いて、で国会議員としては柴山さんですね。はい、もうツイッター上でおなじみですね。英語講師たちから叩かれまくり、高校生たちから叩かれまくりですね。まあ本人も言ってましたからね。ネット上の高校生の意見を SNS で弾圧する人間と思われがちであるとかって言ってましたけど、記述とか、この大学入試改革に賛成の、方ですね。そして、まあ、一応は同じような路線であるっていうのが、このワニブチさん、ね、公明党の人ですけど、あんまり喋らなかったですね。畑野さんですね。もう畑野さんはもう、この日本共産党の人ですけど、僕、柴山さんとは完全に対立する、形になりますので、いろいろとですね、ボコボコ言ってました。そして、まあ、面白かったというか、やっぱためになったのがですね、この有識者として出てきたですね、日本大学のですね、河野先生ですね、河野教授ですね、うん、すごく、ああ、なるほどなっていうですね、説得力のあることをたくさん言ってました。そして、数学検定協会の、高田さん。まあ、いろんなね、ポイントがあると思いますので、それらを、話していきたいかなと思いますね。まず、記述式を導入することについて、どうなのかっていうので、賛成派と反対派の話があったんですけど、まあ、記述式を導入することが重要な理由っていうのは、答えのない問いっていうのが大事な時代になってきて、課題解決能力を養う必要があるんじゃないかですね。その情報処理とか、そういうのじゃなくて、思考力を問う。いうのですね、バカロレアのようにですね、こう記述式があるようなものじゃないといけないんじゃないかっていうですね、そういったものでした。他にもですね、その SAT の記述式っていうのがあって、でそれはよくないとしても必修じゃなくなってるじゃないですかっていう意見もあれば、いやいやいや、こう IB リーグではですね、 SAT の記述式は採用されてて、すごく重要視されてるんだっていうものですね。ただ柴山さんも、だから思考力、判断力、表現力を、このマーク式では問えていないと。でそれっていうのは、マーク式を記述式にした場合に点数が下がるので証明されてるっていうようなことを言ってました。でこれに対して反論するですね、河野先生の反論なんていうのは、すごく面白かったですね。確かにですね、記述式っていうのはすごいですね、そういった力を問うのにはいい問題であるけれども、それは今の国立大学とかですね、人数が限られていて採点官がちゃんとしている状況でのみ可能なですね、ものであるっていうことを言ってました。50万人とかですね、になってしまうと、その物理的な限界を超えてしまってるって言ってるわけですね。で、50万人を採点するってことは、一体どういうことが起こるかっていうと、採点官だったりで、ブレが出ない問題にしなきゃいけないわけですね。で、ブレが出ない問題にするっていうことはですね、これで点が取れるんですよっていうですね、このポイントがあれば、このポイントがあれば、このポイントがあれば、こういうふうに点が取れるんですよっていう制限がたくさん加わった問題にしなければいけないと言ってました。で制限がたくさん加わったですね、問題ってことは、もうそんな自由な発想は問うことができない。なので条件をこうたくさん使えて、こういうその条件を満たしているものが正解ですよってやってしまうと、それも記述試験のやる意味がそもそもなくなってしまうと、ね、そんな自由な発想とかっていうのを問いたい、ね、それが記述試験なのに、条件をクリアしてるかどうかのですね、制約が加わったテストであったら、それはもうやる意味がないと。ね、もう記述試験への冒涜であるって言ってましたね。そうですね。その数学検定っていうのはですね、まあ記述式っていうのは素晴らしい。まあ記述式を採用してるわけですからね。17回やってるらしいですね、1年に。で、その5000人の採点っていうのを一度の場合はもうマックスとしててですね、いるって言ってました。だから50万人っていうのはちょっと、難しいだろうなって言ってました。で数学検定 の採点してる人は数学検定に合格した人とかですね、そういうので、やってるって言ってましたね。
で50万人を2週間ぐらいでですね採点するっていうのは世界的にも前代未聞のことであるってですね畑野さんは言ってましたけど、まあ畑野さんと柴山さんはずっと対立してるんですけど、そもそも国立大学は問えてないじゃないかっていうですね、柴山さんがですね 60% ぐらいしか記述を出してないっていうのと、いやいやいや 85% から 88% ぐらいが記述を通ってるんですよっていうですね、この畑野さんですね、この真っ向から対立してですね、まあ、ここは平行線をずっと辿ってました。ただしやはりどうですか、この採点官をきちんと集められるのかっていうのは、すごく大きな問題になるわけですよ。だから柴山さん自体はですね、採点体制一人じゃなくて複数の人で1枚のですね採点して、もし採点が分かれたら別の人がちゃんとチェックをするんだって言ってたんですけど、それに対してですね畑野さんは、いやいや、そもそもじゃあ2人が採点するとしたら、2人採点してて2人とも間違った採点だったらどうするんだって言ってましたよね。5段階になるとかって言われてますけど、5段階の採点で A のですね一番素晴らしいっていう回答なはずなのに、採点官が2人とも B って書いてしまったら、間違っていても B になっちゃうわけですね。で、記述式っていうのは予想もしてなかったような回答が出てきちゃうわけですからね。そういったものをどうするんだって言ったんですけど、それは出たら全員に、採点官全員にこうですね、広めて、ちゃんとこういった回答もこういう点数にしなければいけないっていう情報共有をするって言ってました。柴山さんがね、本当できるんですか？それを聞いてて、そんなの可能なのって思いましたけど、それだってもうすでに超採点し終わった後にまた全部チェックし直すとかなったら超大変じゃないのって思いましたけどね。あとはね、その採点者がね、集まってねえぞっていうね、あの司会の人がね、大学院生だったんですけど、まあ募集がかかってると大学院で、でも全然集まってないから結局募集期間を延期している状況になってるっていうふうに言ってましたね。そうなんですよ、果たして集まるのか、ちゃんと採点できる人がですね、ちゃんと数集められるのかって言ってるわけです。あとね、兼任できちゃうと、別の仕事と兼任する人が出てきちゃうということは情報漏れちゃいますよね。どういう基準で採点されるのかっていうのをいろいろな受験に関係する仕事の人がやるわけですから、漏れてしまう可能性があるじゃないか。でそこでなんかね、守秘義務とかちゃんとするからっていうふうに柴山さんは言ってたんですけど、公の人だったらすごく大きなペナルティを課すことになっちゃうわけですね、情報漏洩とかになったら。しかし民間の業者のですね、単なるアルバイトみたいなんですね、人たちにそういった非常に重い罰則っていうことを課すことが果たしてできるのか、そんな抑止としてですね成り立たないんじゃないかっていう、ね、そういった趣旨のことを言ってましたね。ああ、こんな考えもあるんだなっていうですね。そうです。だから採点者がですね、うまくできなかったとかって言って、その民間業者をですね、もう契約解除だってしたところでですね、そんなの抑止にならないし、そもそも契約解除して、採点官がもっと少なくなっちゃうわけですからね、よろしくないわけですよ、受験生にとってはね。まあ、採点官にその研修したりとか、採点官に試験を貸したりするとか言ってんですけど、果たしてそんなの可能なのかな。河野先生が言ったようにですね、そう、事故が起こるのは、まあ、まず間違いないですよね。1万人も採点官がいたとしたら、何かしらのことがあるわけですよ。で、その時に当然全部、画像とか点数っていうのが残ってるはずですよね。誰が何点にしたとかっていうのが記録として残ってるわけですよ。で、それの情報開示請求があった時にですね、そのミスが絶対に発覚するわけです。ミスとか起こらないようにしなさいって言ってる文科省側がそんなミスを作り出すようなですね、状況なんで、そんなの大丈夫なのかと、大問題になってしまうんじゃないのっていうふうに言ってましたね。まあ確かにそうですね、全て絶対記録として残るはずですからね、採点したものってね。そして次のですね、大きなポイントとしては遅すぎるっていうですね、センター試験というのは一応2年前からきちんと作り始めるっていうルールがあると。1年前ではなくて2年前であると。で、もう2年前はとっくに過ぎているわけですからね、今の状況でね。これで記述式を導入してしまったら一体どうなるんだ、ね、その2年前から準備するっていうルールを破ってしまったことにならないかっていうですね、意見も飛び出しました。このチャンネルでも取り上げたですね、一次試験、自己採点できないぞとですね、一次試験として利用した時に自己採点ができない、一体どうすんだって言ったわけですね。それに対してね、柴山さんがね、ちょっと、それはどうなのっていう回答をしましたね。記述式の部分を一次試験のこの足切りというか、一次試験のものとして使わないようにするかみたいなのも話し合われてるって言ってました。まだ決まったわけじゃないですけど、そしたら、意味ないですよね。記述式のものを一次試験のものに使わないんだったらやる意味ないじゃないですかね。もうすぐに河野先生が言ってました。意味ないでしょって、それだったらやる。で、模試っていうのはですね、そう、難点があって、そして自分が受かるレベルかどうかっていうのをこうざっくりと採点するものなので、だからまあミスって当然あるわけですよ、模試だってね。
だからといってそのミスによってなんか人生変わるとかっていうのは別にないわけです。大体自分のレベルがどれぐらいかが分かる。大学入試の本番ですよね。本番っていうのはいわゆる本当にこうひしめき合ってるわけですよ。難関大学だとですね、同じレベルの人たちがいっぱいいて、その1点で合格が分かれてしまうっていうことが多々あるわけです。だからその1点で分かれてしまう、そういった重要なものなのに記述式がボンとですね導入されてしまうのはどうなんだと。まあ、その他ですね、いろいろ会場からも声が上がって面白かったですね。もう今予備校で記述式対策講座っていうのが始まってて、それを冬季講習で一体取るのか取らないのかどうしたらいいかも分かんないっていうふうに言ってる人もいましたね。このね、会場からの高校生の声ですよ。まあ、まさにそうですよね。本当にそれは思います。私のね、英語の4技能対策講座ね、2つありますけど、今度の冬季講習みんなどうするのってね、こっちも言いたいです。あとね、高校生のもう一つすごい面白いなっていう意見だったのは、記述式だって結局そういった試験になってしまった場合にですね、まあ、数学だったら公式を書くとかだったら、で、あ、じゃあこういう時はこういう公式を使いなさいっていう、そういった指導がなされるんじゃないか。で、国語の方だったら条件がいろいろあるわけですね。だからその条件を満たすためにはこういうふうに答えなさいっていう指導が、受験指導ですね、そういったものが予備校でもですね、進学校でも行われてしまって、結局丸暗記型になっちゃうんじゃないか、またもや暗記型になってしまうんじゃないか、ね、そのなんか自分のこの表現力とかですね、そういったものを試したいって言ってたのに結局暗記のものになっちゃって意味がないんではないかっていうですね、意見でしょう。二次試験でやっぱり課しているんだからそれでいいっていうね、そして文科省はわざわざセンター試験を変えて、そこの一時で問おうとするそのたくさんの人のね、回答が採点できるように、素人というかあんまりすごくない人でも採点できるような問題を作らせるぐらいだったら、それぞれの国立大学にきちんとした記述問題を課されるように指導していくべきなんではないかっていう意見ですね。だから問題を作ったりとか採点したことがある、そういった教授だったりの話を聞いたところで、50万人なんて可能だって言った人は一人もいなかったと。学生たちはやっぱ受験生たちの生の声っていうのが届いてないんじゃないか、文科省にはですね、そういったヒアリングをちゃんとすべきではないかっていうのに対して、河野先生はそもそも国語の専門家たちへのヒアリングも全然足りてないんじゃないか、みんな誰一人これは可能だって言ったその国語の専門家はいないのになぜ OK になっているのか、それが理解できないと。ちゃんと国語の専門家たちへのヒアリングを本当にしているのかっていうふうに言ってました。そして最後のまとめは、早く決めてくれっていう。そりゃそうですよね。早く決めてください。もう予備校もテキスト今作っててどうしたらいいんだってなってますからね。で、一生懸命先生たち作ってるのに、これまた、はい、ダメですってなったら、それまた作り変えなきゃいけないですからね。まあ、英語の時と同じなんですけども、同じことが国語でも起こっていますね。はい、こういった形ですね。数学や国語の、ね、記述式を導入すると一体どうなるのだっていうですね、そういったことを、ちょっと話しました。皆さんのね、意見もですね、ぜひぜひコメント欄にいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。